ウィーバー。うわっ、うわっ。タクチャンネル現代…現代忍者タクです。忍者犬の稲丸です。ねんねん。タクちゃん、夏ですね。夏だね。夏といえば何がある？かき氷でしょ。かき氷いいね。あと海で遊んだり。スイカも夏らしいよね。スイカ割りね、そう得意だよ。スイカ割り得意なんだ。得意。俺もね、スイカをね、割るの得意だな。あ、そうなんだ。やっぱり目隠ししてね、人の頭を割る。人の頭じゃない、スイカだったら。そうだな、そうだな。そうだなことしたら大変だな。あとさ、夏休みとかでさ、学校休みになったら虫捕りとかして遊ぶよね。あ、虫捕りやったな。じゃあさ、今日はちびっこのために虫捕りでやってみる？あ、やってみよう。よし、はい。じゃあこれだね、虫捕りや。じゃあゆっくりと動き見せるパターンまずやってあげるからな。下がってな。えい、ちびっこの諸君、虫捕り使ってくださいね。こう今こう長くなったり短くなったりするやつがあるんでね、ゆっくり説明するよ。悪の集団が来た時にここで一回短くしちゃいますね。それでここのままやったらこのこれで返しちゃう。そしてこの危ないやつでバーンって殴っちゃってね。あとこういうパターンもあるよ。相手が襲ってきた場合にここから回してあげるね。そしてここに首に入れるね。首に入れるときは必ずウェブを使ってよ。そうじゃないと折れちゃうからね。このようにやってみてください。なるほど。虫捕り網って伸ばしたり縮めたりして使うといいんだね。その通りだね。じゃあそしたらもっといっぱい敵がいるバージョン見せてください。やってみるか。そうだな、本当にお前はやらせたがるな、それを。そう、やらせたがり。前回はさ、先生にずっと任せてたじゃん。やってみると辛いな。そうだね。もう今何本取りかも知ってるよね。してるよ。けどやろうな。やろう。じゃあ下がってな。タクチャンネル。ちびっこ、今から虫を捕まえるから見ててね。セミの命は一週間。虫捕りの網でナイフいっぱい取ってたね。そうだね、危ないからね、回収しようはいいのな。そうだね。でさ、最後は大きい虫捕まえてたよね。そうだな、大きいクマゼミだね、あれはね。ミーミーって言ってたね。そうだね。実際人間がセミの大きさだと、その人間がセミの大きさなの。そうそう、もし、あ、セミはそうだね、その通りだね。逆で逆だね。そのもしセミが人間の大きさだと、例えばここからだと東京ドームぐらいまで届くって言われてるね。ここはどこなんだろうね、一体。ここはね、中野らへんだね。中野らへん。そうそうそう、それぐらい声が届くってことだな。大きい声で泣いてるんだね。そうだよ。じゃあ、タクちゃん、今日の一言お願いします。ああ、今のが一言っぽかったけど、じゃあ行ってみよう。セミの命はとても短い。人間の命だって短いんだよ。だから、大声で泣こうじゃないか。世界に届く声で。高評価ボタン押してね。チャンネル登録もよろしく。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 